ANA マイレージクラブは全日本空輸グループが提供するマイレージサービスである。会員数は2018年9月現在で約3360万人と日本国内のマイレージサービスとしては最大の会員数を有する。電子マネー、エディを運営するビットアレット株式会社の事業初期に出資し2003年4月より 従来の ANA マイレージクラブカードに代わり、エディを搭載した ANA マイレージクラブエディカードの発行を開始し、市内、空港カウンターでの国内線航空券販売や ANA フェスタ店舗でエディ決済の取り扱いを開始した。その後、個人向けの ANA カードにおいてもエディを搭載したものが発行開始され、その後発行しているすべての個人向け AMC カードにエディが 標準搭載されていた。2004年12月1日より ANA の国内線新搭乗サービス制度としてスマート E サービスが全国の就航空港で導入された。これは Web 上で事前に E チェックイン手続きを行えるスマート E チェックイン、E チェックイン済みの E チケット航空券を自動チェックイン機、自動航空券売機にて搭乗券として発券するスマート E ピックアップ。 マイレージからエディギフトへの交換や残高紹介が行える MMK 端末であるスマート E データボックスで構成されている。なお、国際線は同年7月からスマート E チェックインとスマート E ピックアップが先行して導入されている。このうち国内線のスマート E ピックアップは ANA チケットレスサービスの一部として 従来から提供されており、決済に使用したクレジットカード、または AMC カードを挿入し、直ストライプを機器が読み取るか、ANA が指定した受取番号を手入力することにより、自動チェックイン機上で登場手続きを行い、登場券が発見される形態であったが、スマート E ピックアップでは、従来の方法に加え、ウェブから印刷あるいは ANA モバイルサイトで、 表示した QR コードやエディの根幹であるフェリカチップの ID を活用しエディ機能付き AMC カード ANA カードもしくはモバイル AMC アプリをインストール済みのお財布形態をかざすことでも E チェックイン済み登場券の発行が行えるようになった2006年9月からはスマート E チェックインに変わり チケットレス予約で、事前座席指定済みでかつ、QR コード AMC、エディカード類を所持している搭乗者は、搭乗口の自動改札機で、チェックイン済みの搭乗券を受け取り搭乗する、新登場サービス、スキップサービスが、各地の空港で順次開始され、スマート E チェックインとスマート E ピックアップは、実質的に撤廃された。2017年7月3日まで発行された。 ANA マイレージクラブカードかつて発行されていた ANA マイレージクラブエディカード ANA ライナーススーパーフライヤーズプレミアムカード ANA カードとは異なりあくまで提携先のクレジットカード機能に ANA マイレージクラブエディカードが組み合わさったものに過ぎないビザプリペイド一体型 JCB プリペイド一体型 ANA グループ及びスターアライアンス加盟各社の マイル積算対象フライトで得られる、マイルを決められた比率で、ポイントに置き換えたものが、プレミアムポイントである。このプレミアムポイントに応じて、以下のサービスステータスが付与される。いわゆる上級会員の制度。スター・アライアンスのフリークエントフライヤープログラムと互換性がある。以下の式によって算出される。上級会員ステータスを保持していても、ボーナスマイルは、 プレミアムポイントの算出に含むと明示された場合を除いてすべてプレミアムポイントの計算からは除外される。プレミアムポイントは歴年で集計し、それぞれのステータスに達成した翌々月から翌々年3月末までの期間有効となる。なお、2007年まではプラチナポイントと称し、このポイントと登場回数とで上級会員資格が付与されていた。 プラチナサービス対象者とダイヤモンドサービス対象者には ANA スーパーフライヤーズカードの申し込み資格が与えられる。ANA グループが販売するツアー商品の購入にマイルを使用することはできないが、マイルを ANA スカイコインという電子クーポンへ交換することにより、航空券やツアー商品の購入には10コインイコール10円から充当することができる。ありがとうございます。